トワイスちゃん完パ、イエーイ。余裕で入れますね。この距離でトワイスちゃんたち通っていくっていう。だし、モモリも取れた。うん、さあ、モモリー、モモリー。さあ、始まりました。はい、小田大陸でございます。はい、ということで本日からトワイスちゃん完パ、イエーイ。本日は、11月12日金曜日でございます。はい、まあ最初の活動ということでね、もうさっきね、もう動画見てリアクション動画撮ってってしたんですけど、はい、ミュージックバンクでございます。はいはい、初週もう今日から活動ですから、トワイスちゃん金曜からですね。そうですよ、ということで、はい、まあ、早速今向かってるんですけど、言うてもうすぐ着きますね。はい、彼らの名前はマーキリー・ショージ。韓国に住む YouTuber だ。今回は TWICE サイエンティスト活動初日のミュージックバンクに行くようだ。あ、もう着く？もう着く。もうすぐ。早っ。私でも怖い。ミューバンに関しては本当怖い。成功した試しがね。俺ら運動しに来てるから。うん。抜く？ライオンさん！走れ！走れ！あれ終わった？え、やばい。おい、前回同様か。あれ終わった。ユージどこ行った。いや、ユージめっちゃいる。あ、おったおった。一番オタ活してたんだけど、あの人。全然来てないじゃん。違う、もう一台来たもん。もう一台来たんよ。めちゃくちゃ走ってるだけっていう、うん、なかなかないですからね。ないですね。ずっと走って走ってみたいな、ということで、もう目の前も国会議事堂なんで、もうすぐ着くというような感じなんですけど、はい、どっかで曲がんなきゃいけないんだよね、これ。あ、そうなんだ、うん、こういう風に来たの初めてかも。あ、そうなんだよ、絶対どっかで曲がって、うん、あれしなきゃいけないんですけど、ちょっと忘れましたね。何度も失敗に終わっているミュージックバンクの大金、それでも彼らは諦めない。諦めたらそこで終了だと彼らは語る。あ、でもここ合ってるっぽい。ほら、やっぱ俺こう言ってこうって、ま、言った通りじゃん。人のこと信じな。信じよう。人のこと信じな。まずは人のことを信じることから始めていこう、ゆうじくんはね。いつもそんな感じですか、僕って。うん、信じない。もう多いね、最近の若者は。人のことを信じない。信じすぎも良くないよ。それはそう。うん、人のことを疑って生きなきゃいけないっていうタイミングもあるんですけど、はい、やっぱりね、信じな。愛する人は信じな。愛する人は信じて。そう、でも私もね、座右の銘みたいな、はい、愛に関する座右の銘ありますから、私も、はい、人みんな、これ恋愛もそうだし、友達もそうだし、全部、はい、愛する人を許しなさい、許してくれる人は愛しなさい。そういうなんかキリスト教みたいなこと言ってる。そう、でも大事ですよ、はい、こういうの。願いするけにオペソ。あー、眩しい。まあちょっとね、まあ、近づいてきたということで、はい、まあさっきまでね、本当に行くか行かないか悩んでたんですけど、まあとりあえず行くかっていうことで、はい、まあこれ失敗したら、個人チャンネルですね、はい、個人チャンネル行きっていうような感じでございます。真っ白じゃん。真っ白なんだよ今。白飛びすごっ。ということで、もう目の前が KBS でございます。はい、うわー、トワイスちゃんっていうか、モモリン会えるかな。そうだよ、ダイオンさん KB… 会えるね。うん、俺ここでトワイス、コロナ前でしか会ったことない。コロナあったから、ね、一回もモモリンダメ。レッドカーペット的な感じのね。モモリン、モモリン見えてますか。モモリン、モモリン見えてますか。モモリン、だミューバンはね、そういった意味ではいい思い出がいっぱいある。コロナ前はいい思い出いっぱいある。コロナと、まあね、まあないね、一回も会えてないもん。だってモモリン出たことないもんね、もうミューバンの時は。だから毎回その M 館に出て、うんうん、ミューバン出ないみたいな。ああ、はいはいはい、そんなんばっかりあったんで。はい、ということで、いつものね、前の、いつもっていうか、まあ、コロナ以降の前のとこなんですけど、はい、全然人いないの。全くいません。多分ね、中にいんだよね、さっき人見えて。あ、そう。多分入れると思うんだよね。
めっちゃ入るよ。もう余裕で入れますね。余裕で入ってきちゃったよ。すごいね、うん、もう皆さんもう中入る時代になってよかったね来て俺来るか来ないかで悩んでたよ俺あ、これでこんなところででも待つの初めて。いや、でも最初の頃はここだったの。ああ、そうなんや。こんな感じで。おお、はいはい、立ってたの、本当に。うわっ、めっちゃ立ってるよ。本当に三脚必要だねすごいわ。うー、寒い。めっちゃ寒いっす。ねえ、でもトワイスのファンとかどうなんだろう。マスターさん見えますか。わかんない。でも男がいっぱいいるよってことは。いると思うよ。だからトワイス以外ないよ普通に。めっちゃだから本当に引かして。はいはい。ここからここから出てくるんだよ。あ、そういうことね。そうだ、朝ここから出てきてるところが出てたんだけど。そういうことだ。だみんなどうやって撮ってんだろうみたいな。めっちゃ柵の向こうから撮ってんのかなと思ってたの俺。はい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 。違った、入れるんだ急に入れるようになっちゃってってことは朝空いてんじゃない。え、どういうこと。だってあの時間だよ。あ、そっか朝空いてるってここがで、ここをわざわざアイドルが歩いてくることはないけど、そこなんだけど、ここまで入っては来れるんじゃない。お宅も。あ、じゃあだからそっから車降りて入ってくるところまで通れるんだよな。そうそうそう。だから今まで車こんなところに止まんなかったの、入り口前で。ああ。車すぐそこに止めて、はいはい、取ってたんだって。ああ。ってなったら、そういうことか。え、入れるじゃん。入れるじゃん。ってことは来週朝っすか。朝です。だって俺久々ここの CU 見たもん。久々ここ。取れなかったもんね。やば。だからマジで。あのレベルの脚立買わなきゃだよ。じゃないと無理だって。顔出せないって。本当だ、顔出せないもん。無理だもん。なんなら俺最悪動画撮れんくても俺来たよって言えればいいもん。あ、そうだよ、そうだよ出席、そう、出席確認だけ取れればいいから。もう最悪、あの、ごめんなさい、みんなのこと考えてない。じゃあここで待っとけば多分来ると思うよ。久々の中での様子を見て感動するマーキュリーたち。ユージは今回初めて中の様子を見ることになる。そして感動もつかの間、突然現場が動き出す。あ、来た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 。待って、マジで分からん。どんぐりころころどんぐりこ。あ、他の人もいます。あんにゃー。あ、そうじゃん、俺らさそうじゃん、ここでええやん、そんなん頑張らんでここでええやん。あ、あにゃーせよー、あにゃーせよー。日本人だ、イエーイ。え、こっち来ますよね、多分絶対こうですよね。じゃあここにいよ誰か見れましたか。あ、でもトイスも再出勤見ました。あ、再出勤してましたよね。はい、ジョンヨンさんとかナヨンさんは見ました。あ、おー、残念でした残念でした。もうナヨンさん来たって残念でした。大変だね。でも再出勤してきてるから、そうだ、またまた出る瞬間がありますから出待ちなんで今出待ちなんで、僕たちがやってることそういうことでございます。頑張りましょう。え、誰のファンなんですか。サナ。あ、ワンス。ワンス。ワンス。私は、まあ、付き添い。付き添い。付き添い。ありあり、あるあるですね。いいですね。こう、日本人が。そうですね。いるっていうだけで、だいぶ心落ち着きますね。多分、絶対こっちじゃないと、うん、あれか。そう、出れないんだと思うわ。顔を開けないってことか、そっちに誰もいないってことは。ありがとうございますね。あ、まあ、お店の前だからね。伝えれそうだね。窓開けてくれる。現場について早速作戦会議を始めるマーキュリー商事。立ち回りが大切なオタ活では無計画は命取りになるというすごいな。ないっすか、上着持ってくれば。すっげー寒いマジ寒い上着持ってみて。ちょっとすぐそっからね出れる。左行って右行ける。寒いですマジで。韓国手がかじかんで今やばい状態でございますけど、
まあ、マジでもう見たら分かると思います。本当にねこういう柵あってもうこの距離にトワイスちゃん来るんで大丈夫ですよ。まあ、ちょっとモザイクなんですけどこういう感じ懐かしいね。モザイクかけんでもこうねこうすればわしにピンとあっていい感じです。だから本当にこういう感じ懐かしいでしょみんな。このミューバン行ってた人今こうやってできるよ。こんな感じだからマジでこの距離でここ今この距離でトワイスちゃんたち通っていくっていうそういう感じで進んでいくと思います。で現在の時間が16時25分でございます。はいということでねしっかりと待ちたいと思います。まあトワイスちゃんいろいろやってから番組自体が5時に始まるんで17時なんでそこからやっていきたいなと思います。うわいい感じじゃない今回初手からミュージックバンク頑張れそう。ユージ君は携帯で撮ってね。あオッケーオッケー俺の携帯貸すから2台でこう撮ってみて。あそこ2台でね。そう俺はもうこれで頑張ってあーってするわそれで頑張ってください。それで行きましょう、はい、待つこと数時間空も暗くなり続々と退勤するアイドルたち。ステージ違う誰あのポニテめっちゃ可愛いですね。ポニテ可愛いけど誰え、ユージの方が綺麗に撮れてるあれ何なんだあ、ブラックスワンって言ったブラックスワン、うん、でも男性だよ。お、楽しそう。続々と出てくるアイドルたちを撮るのに必死なマーキュリーたち。映像では近そうにも見えるが実際はかなり距離があり肉眼だと全然見えない。そしてアイドルを乗せた車は目の前を通っていくがほとんどのアイドルが窓を開けないという状況が続いていく。脱ぐやーあ、来たんじゃない？すごい。え、なんか全然わかんない。え、マジでわからん俺ヤジにしか見えんもん、その画像で見たら。どなたあ、ダメだダメです、はい、あ、携帯で撮ろう俺こいつでやったら多分泣くトワイスで、はい、ちょっと携帯で撮ります。そしてその時は突然訪れる。トワイスっぽいよ。あれトワイスっぽいよ。違うかな。だからトワイスだよ。トワイスだよ多分。トワイストワイスだよね。違うかなこれ。トワイスだと思うんだけど合ってると。おなんか出てきた。うわっ脱ぐやん。さあモモリー、モモリー、モモリー、ここだよー、モモリー、ここだよー。見えてるか。僕が見えてません僕が見えてません。今手振っとってる。え、マジ？マジ見えてないんだけど。ママリー！ママリー！こっち？違う？やられたわ。じゃあ帰りましょう。車乗ろう。寒い。はいということで、はい、終わりました。はい。うまくいったあれ。あれうまくいったになります。全然顔を出してくんなかった。まあでも一応モモリは見れたよ。だしモモリも撮れた。うん。隣のドボーイズのファンの女の子が撮ってくれたやつだけど。めっちゃ女神。なんと隣の人がすごい、すごい、すごい、バリ綺麗に撮ってる。携帯クソや。やっぱ携帯ってクソだね。なんで携帯できたんだろう。バリ声聞こえる。ごめんなさい。すごい。うわ、すっごい綺麗。あ、すごい綺麗。めちゃくちゃ綺麗っす。ほら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 、めっちゃ手振ってるよ。あれすごい。わし見てた、
あなたでしょ。一回もう一回出てきてこれは。あ、俺か。一回出てきたよね。俺肉眼でしか見てないからわかんないんだけどさ。めっちゃ女神。めっちゃありがとう。もうありがとうってなった。本当にその時もめっちゃ手振ってくれてましたよねみたいな、うん、でその後日本人の子何人かマーケティさんの方見てめっちゃ手振ってましたよねみたいな、うん、で俺は全然見えなかったんよ。そう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 。でえ見えないんだけどえ本当みたいな、うん、言ってたんよ、うん、でまあとりあえずえっつって確認するじゃないですか、はいはい、本当は手振ってるって思ったの、はい、でもよくよく見たの全然モモリンじゃなかった。お脱ぐやモモリンじゃない。だってあんなに言って、うん、うん、だから全然モモリンは声が聞こえてるからなんかいんなぐらいには多分思ってたと思うのよ。だから あいつはいるかもしんないけどどこにいんのぐらいで、うんうん、多分終わりました。まあということで、まあモモリンがマックリっぽい人なんか変な声のやついるけどってなったけど多分向こうは見えてない。なぜなら俺が見えてない。でみんなね携帯で見てるんだよ。そうだね、携帯で見てあーモモリンだって分かってると思うんだよ、うん、俺は最初の方でモモリン確認した瞬間にもう裸眼。あーそういうことね。そうだからもう俺のやつは全然ブレてんだよ。ああああああ、もう見るに耐えない映像なんだけど、はい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 、その理由は俺は裸眼でモモリンを呼んでたから。ああああ、もう映像見ない、もう癖、うん、あれ癖なの。癖もうだ、俺がカメラ持っても意味ないと思う。ダメじゃん。何やってんのいつも。あ、そうなんだ、癖なんだあれ。俺もうわざともういい目で見ようってやってんのかと思ってた。市場が入ってる。うまちゅんでございます。イエーイ。寒い。今日は食べるのでしょうか。これです。モモリン。やばい。どうしよう。笑ったよ。だよなー。やっと会